わらび市長の頼高秀夫です。市民の皆さんには日頃より市政の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。今回は緊急事態宣言延長に対するわらび市の対応と、先日発表いたしましたわらび市新型コロナ緊急対策第5弾の取り組み状況についてお話をさせていただきます。まず緊急事態宣言延長に対するわらび市の対応についてです。1月7日に2度目の緊急事態宣言が発出されて以来、市民の皆さん、そして市内飲食店の皆さんには不要不急の外出自粛や午後8時までの営業時間の短縮など感染防止対策にご協力をいただきありがとうございます。皆さんのご協力により感染状況はピーク時と比べて減少傾向にありますが、それでも依然として高い水準にあり、また医療提供体制も引き続き逼迫した状況が続いていることから、緊急事態宣言は栃木県を除いて3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これを受けて蕨市では新型コロナ対策本部会議を開催をし、不要不急の外出自粛や営業時間の短縮などこれまでの対応方針を引き続き継続していくことといたしました。市民の皆さん、市内事業所の皆さんには引き続き感染防止対策にご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。次に蕨市新型コロナ緊急対策第5弾の取り組み状況についてです。まず重症化リスクの高い高齢者の皆さんの入居施設の従事者の皆さんに対する PCR 検査でありますが、今月2月中に第1回目の検査を実施をいたします。次に新型コロナの影響で収入が減少し生活が困窮している皆さんに食品を配布するなどのフードパントリー事業でありますが、社会福祉協議会が中心となって第1回目を2月25日に錦町にある松原会館で開催することといたしました。時間は午前9時から午後5時までとなっておりますが、事前予約制となっておりますので、市のホームページやチラシなどでご確認をいただければというふうに思います。次に蕨市電子商品券支給事業についてです。この事業は新型コロナの影響が長引く中で、すべての市民の皆さんに1人3000円の電子商品券を支給し、すべての皆さんの家計を応援し、市内の消費拡大と地域経済の活性化、さらには市内事業所の支援につなげていこうというものです。この取り組みについては先日 NHK のニュースでも紹介をされましたが、改めて事業の概要をご紹介をしたいというふうに思います。電子商品券は QR コードが印刷されたカードで、すべての市民の皆さんにお届けをいたします。市民の皆さんは対象店舗でお買い物の際にこの電子商品券カードを提示をしていただき、そしてお店の方でスマホなどでこの QR コードを読み込んで決済するという流れとなります。そのためスマホなどを持っていなくてもすべての市民の皆さんがご利用いただけるという仕組みとなっております。実施時期についてはこの事業に関連する予算を3月市議会に提出しご議決をいただいた後となりますので、4月以降となりますが、事業の詳しい内容についてはまた実施時期が近づいてまいりましたら、ホームページや広報チラシなどでお伝えをしていきたいというふうに考えております。最後にワクチン接種の取り組みでありますが、1月12日に発足したプロジェクトチームを中心として接種方法の検討やまた医療機関との調整などを今進めるなど急ピッチで作業を進めさせていただいておりますが、その内容については次回の市長インタビューでお話をさせていただく予定としております。
結びになりますけれども、新型コロナの影響が大変長引いております。こうした中で引き続き市長を先頭に、市職員が一丸となって市民の皆さんの健康と暮らし、市内事業所の皆さんの営業を守るために全力を尽くしてまいりますので、市民の皆さんの引き続く感染防止へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。